モーニング。ということで今日は静岡の日本平に来てます。で今は車の中で待ってます。というのも面どころ清水さんに来たんですけど、駐車場がいっぱいなので今待ち時間です。でこの後は日本平動物園行って、日本平行って富士山見ようかなと思ってます。ということでこのままもうしばらく待とう。ういここが東門だって。普通の住宅地かと。あ、もういるじゃん。うん、ここに。ああ、いるいるいる。うまいる。係員さんいないけど。もう自由なスタイル。そうだね。おう、白クマとライオンや。いいね。いいね。リッチー白クマな。え、私ライオンがいい。あの、おーな、めっちゃタイだみたいなやつなんていうよ。園内マップでしょう、まずはね。すごいコンパクト。すごいコンパクト。いい感じね。レッサーパンダ？もういるみたいだね。ここをとりあえず来るって丸せなそうだね。あ、顔こっち向いてる。あ、痛い痛い痛い。ひっくり返ってる。あ、いるちゃん。あ、出てきた。あら。あら。待ってる。こっち向いて。こっち、うん、で鳥見て、うん、猛獣館とか北極とかお猿行って、うん、レッサーとベンキハチュウ。あ、ワニがいる、ね、ワニいる。大きいんだよ。でっかいサイとか見て、ホラウータン見て、うい、よし、行こうか。サイ好きだ。Thank you.
すごいね。大きさもちょうどいい。そうね、ちょうどいい大きさの動物園やな。ゆっくり回れば十分一日潰せるよね。手についた空気がファーッて。もっとのぶといかと思いきや、十分と声が高い。ざっと3時間ぐらい3時間もかかってない。3時間も、まあいい、2時間ぐらい。ゆっくり見て2時間ぐらい。ちょうどいい。デートに持ってこいよな。まあでも1日潰れないけどね。もうこの上行ったら日本平の展望台あるし。ああ、そうかそうか。富士山見て、見たいとか言ってなかったかな、うん、大丈夫。雨の予感。あ、雨雲近づいてるからな。まあ、どっちみち雨にはかかるからしゃあないわ。見えないよね。うん。じゃあ日本平登ろう。はい。ということで、日本平に行ったんですけど、雨に降られちゃったね。なので、今清水港の江尻ふ頭ってところに来てます。いっぱいいい写真撮ったから、今日はもういいかな。ドライブなので、まあそういう時もある。今回のドライブ旅はここでおしまいにしようか。ここから帰っても 2,3 時間かかるかな。結構遠いね。うん。ということで、また次回の動画で会いましょう。バイバーイ。